で、その折も私閉会の授業を述べさせていただいたんですが、その折に、昭和の日は、これで終わりになる運動ではない、祝日法全般を改正する突破口になる運動である、したがって昭和の日の次に設置されるべき目標は文化の日を明治の日に変えることである、この運動に邁進をさせていただきたいという決意を述べたのを覚えております。幸い、その後、気が熟しまして、本日の明治の日推進協議会設立に至った次第でございます。本日よりは、塚本会長、小田村副会長、あるいは顧問にいただきました鈴木秀夫顧問の先生方のご指導をいただき、そして運営委員、実行委員ともに活動していただける方々と手を合わせ、初期の目的を達成すべく渾身の力を今日の決議に従って進めてまいりたいと、新たに決意をし直した次第でございます。昭和の日の出発の時を思い返してみますと、当時は国会において賛同いただけるっていう方もほとんど出発時にはおいでになりませんでした。だが本日は、集会のご案内をしたことによって、先ほどご祝辞を頂戴した国会議員、あるいは本日代理で、お見えいただいておる方々、秘書の方々等々も多く参集していただいております。かようなある面で、出発ができるということに、今後の展開を期待 すべくしつつ、来年の11月3日にはぜひ、国会の議員連盟の結成をしていただいて、合同でこの声を盛り上げていければなと考えております。道は大変厳しい道でございますが、先ほども渡辺先生の講演にありましたように、陸奥宗光の精神を我々の一人一人の気持ちとするならば、この諦めず、その決断を下していくという明治の精神を持って明治の日を実現を目指すと、皆様のご協力を切にお願いいたしまして、本日の会を閉じたいと思います。ありがとうございました。ご会長、本日長、ありがとうございました。2次会にわたりまして行いました、明治の日を実現しよう国民集会、これをもって終了させていただきたいと思います。どうぞ皆様、この思いを本当に受けて広げていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。